沖縄本島中部にあるヒルトン沖縄北谷リゾートに宿泊した朝、朝食会場はこの3階のスリユンを案内されることが多いです。テラス席で楽しむこともできますが、エグゼクティブラウンジ専用のお席が用意されていて、専用のコーナーも楽しむことができます。沖縄郷土料理が豊富に並んでいて、60種類以上の朝食メニューが楽しめます。ライブキッチンもあるんですよ。ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾートでは、このマティーラが朝食会場になっています。私が行った時には、先ほど紹介したスリユンも選ぶことができました。大きな窓から海を眺めながら朝食を楽しむことができます。訪問した時にはプレート料理を数種類、この中から一つ選択をしておかわりもできます。それとセミビュッフェがありました。美味しかったですよ。プレート料理を頼むとボリュームがあるので、本当にこのセミビュッフェを利用するとお腹いっぱいになります。そしてこのイタリアンレストランコレンテ、朝食会場になるのはほんの年に数回だけという貴重な朝食会場です。ディナー営業が多く、朝食会場になるのは珍しいので、ここをおすすめされている時はぜひ行ってもらいたいところです。ここの朝食会場、他と違うのはステーキが楽しめるんです。他の朝食会場よりも質の良いものを、数は少ないけれど用意してあるということでした。年に数回だけしか開かないこの朝食会場、イタリアンレストランコレンテ、テラス席も楽しむことができます。あまり知られていないので、皆さんスリユンの方に行かれ、こちらの方に来られる方は少なかったようです。ぜひこのコレンテが空いている時は行ってみてください。朝からステーキが楽しむことができます。そしてここで私たちは素敵な思い出を作ることができました。詳しくはまた後日、ここの朝食風景としてお届けしたいと思いますので、よければ動画ご覧ください。on this street tomorrow.ヒルトン沖縄北谷リゾートのスリアン。ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾートのマティーラ、ヒルトン沖縄北谷リゾートのコレンテ、それぞれの朝食会場をお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネルどうぞよろしくお願いします。